皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。審判の不可解判定などが相次ぎ、波乱の展開となっている今回のパリ五輪柔道で、なんともかわいそうな被害者がいることが分かった。画像、エアコンなしの質素なデザイン。パリ五輪選手村の全容をチェックパリ五輪の柔道男子8 1キロ級で銅メダルを獲得したいンファン、韓国がその人。 世界ランク3位のイ・ジュンファンは7月31日、日本時間に行われた柔道男子8 1キロ級の3位決定戦で世界1位のマティアス・カス。ベルギー、お延長戦の末にコーチ狩りで破り、銅メダルを獲得。自身初の五輪出場でメダルに手が届いたとあって喜びも人一,一倍。カスをマットに倒した後は、ここまでの苦難を思い、お越したことも感動のシーンとなった。 そして金メダルに輝いたのは同級では五輪史上初となる連覇を達成した日本の永瀬貴則だったが銀、銅メダリストと共に上がった表彰台では初の表彰台を喜ぶイ・ジュンファンに永瀬自らが半歩後ろに下がって写真撮影決勝を戦ったタトグリガラシビリジョージアに主役として前に出るよう促されてもうなずきながらも前に出ることはなく その奥ゆかしさも日本では好感を持って伝えられた。しかし、この写真が波紋を招いてしまったという。韓国メディア、スポーツソウル、には、日本の金メダリストを差し置いて、なぜお前が前列に、韓国柔道選手に海外から批判の声とタイトル付けられた記事が掲載。同記事によれば、イ・ジュンファンのインスタグラムには一部の海外ユーザーから、 無礼だと叩かれていると伝えている記事中では記念すべき表彰式に上がって撮影した写真に関して一部から悪い意味で注目を集めたと表現理由として金メダルの永瀬貴則よりも銅メダルの伊ュンファンが目立っているためとしたその写真を見た海外ファンから伊ュンファンのインスタになぜその場所を占拠したのですか他のプレイヤーがあなたにあきれています おい、なんで金メダルでも取ったみたいに振る舞ってるんだそこにいるべきじゃないなどとコメントが殺到しているというのだしかし議論となっている表彰台のシーンは記事中でも動画を確認したとした上で先に立っていた永瀬貴則が他の3人にスペースを譲ってあげているようにも見えるとコメント実際に永瀬は他のメダリストに前に出るよう促されてもあえて 後方をキープしたともされる。これには、狭い表彰台に選手全員が上がるためには、体を重ねなければならない、イジュンファンとしても意図的なものではないだろうと記事中では同情的な見方も示されている。現在も SNS には、目立ちすぎた写真をめぐって批判的なコメントが続いているという。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。